やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜です。はい、現在7月1日土曜日の午後6時ちょうどですね。ついに7月ですね。はい、今日はもう朝6時40分に起きてですね、隣の隣、井手町でですね、パフォーマンスしてきて帰ってきましてから、動画編集したりなんだかんだしてこの時間ですね。はい、昨日はちょっと急な来客で見れなかったんですけども、今日から進めていきましょう。ゼロの使い魔 F5 はですね、D ありますので見ていこうと思います。なお、アニメ本編は流れません。ご注意ください。また、わけのわからんタイミングで広告が入ってきますんで、できれば我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴していただいた後で、ここでこんなリアクションなんやっていうのを確認していただけたらと思います。お願いします。いきます。3、2、1、スタート。ドオルニエールやね、行ったのが。だ、10年間あれだったことだよね。タバサがスルッといった。お、イルクックや。卵。キュルケとモンモランシーが「やれやれ」なんてね。まあ4話がめちゃくちゃおもろい笑える話だったから、ちょっと5話であれかな、どうなんやろう。若干のシリアスなのかな。今のところジョゼフがだから討伐されて、敵という敵はおいひんわけやもんね、今のところ。失礼。ドオルニエールの乙女たち。これだ。
一夫多妻制やったら問題なくなるわけな、この国が。ハルゲ、え、ハル、ハルゲギキニア。わお、これ本音やんね。お、ナチュラルに触った。小さくてごめんねやと。誰か来るな、シエスタかな。何ね、小さいニャンニャ。やっぱシエスタ来たわ。まあ、たまさつらそうやな、しかし。あ、姉ちゃんやないか。あれ、急に名前飛んだ。エカテリーナじゃなくて、エレオノーラ。エレオノールやね。エリアの俺ややこしいことだったね。エカチェリニアはあれやね、とあるのコンゴミズコのペットの蛇の名前な。面倒なことだったなこれ。
これ喧嘩になるんちゃうか？まあこうなるわな。なんか見つかりそうやなこれで。ああやっぱり 隠し扉。なんだろうな、ロールニエル乙女たちだからなんか女子でも出てくるのかな。あれアンリエッタ？おおあさあそうです次回横でこれ映ってたわ。これなんやこれ。このアイキャッチ好きやな相変わらず。どういうことやこれは。どえらい格好やでこれ。小宅？小作り部屋ってこと？はあはあ、なるほどね。
なるほど、これをルイズが見たと。いわゆる天使と悪魔の悪魔側が。何しとんねん、サイトは。まさかな。だったら私が行くわよじゃない。多分これタバサなりの激励じゃないんかいの。
恋の勝者とは自分の気持ちに正直になれる人。キュルケはええなあ、ええキャラやでほんまに。鏡を。そっか、エリアロールって犬は聞こさないね。波乱の露天風呂。はい、まああれね、こういうもう敵がいい日の状態の日常をこの後なんかずっとやっててほしいなとも思ってしまったかな。まあとりあえずこの両ドオルニエルが、すさんでた理由っていうのが何？全領主には後継者がいなかったから、10年間放置されたままやったというのが理由で、エレオノール姉様が来てしまって、こんな貴族らしくないやつを婿にするのは認めんということで、ルイズが教育する中でやはり喧嘩になったと。で、地下室でたまたま見つけた隠し扉の奥に、あれはだから祖父が浮気相手、まあ目掛けと、まあイチャコラするための部屋やった。だから鏡に、魔法がかかってたってことやね。にしても、何しとんねん斎藤は、ほんまに。まあ羨ましいけどもね、またたまたまそれをルイズが見てしまうっていうのもね。でまあアンリエッタ的にはまあやっぱりその政略結婚なんてものはほんまはしたくないと。ほんまはまあ斎藤が好きやけども、まあたまに会ってこうしてくれるだけでええねんという、まあちょっとした意地らしさは見えた。まあアンリエッタとしてもまあ切ない恋って感じだね。タパサもそうや。でまあそれはやっぱキュルケね。だから今回タパサとキュルケは、まあタパサに関してはあれわざとやろね。あれほな私がもらいますよと。でとキュルケはまあやっぱりタパサも同じまあ女王として、自由な恋ができひんから
気持ちが分かるんだと、アンリエットの気持ちが分かるんじゃないかってことだよね。で恋の勝者は自分に正直なものって言ったかな、ちょっと名言チックやったけどね。でまあルイズがああそうやなと目覚めて、まあ戻ったということだよね。でまあ最後のオチでちゃんとああいうオチをつけてくれるのがよかったね。だからサイトはほんまな、あの他の女子とああいうことをするっとまあやってまうからあかんのよ。こうモテへんやつからしたらほんまになめんじゃねえって感じだからね。ほんまにルイズだけ言っときなはれと。うん、まあそして次波乱の露天風呂なんでしょうねこれね。まあまあだまあ とりあえず今回でこのまあルイズと、まあ、サイトのまあ気持ちっていうのはもっとこう硬くなったんではないでしょうか。はい、以上ゼロの使い魔 F5 話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ではここからは僕の自己紹介です。短いんで聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段、やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしますけども、現在コロナの影響で約3年4ヶ月仕事が全くない状態、貯金でなんとかやってます。まあ、そんな僕の詳しいことはですね、全て説明文から、本業アカウントに飛んでいただければ分かりますんで、ぜひ飛んでやってください。そして動画なんか一個でも見て、チャンネル登録、高評価いただけると大変助かります。応援よろしくお願いします。そして深田恭子さんと共演中の CM も、URL 載っけてるんでぜひチェックお願いします。はい、でアニメのリアクションは今日で1192日間ほとんど毎日やってますんで、再生リスト半端ないことになってます。あ、こんな作品もあるんやっていうのね、見ていただければと思いますんでチェックしてみてください。はい、ただし、2000本以上の大量削除があるんで、再生リストはあるものの中身がないものもありますんで、ご了承くださいませ。はい、以上アニメリアクション人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。